ハロー、始まりましょうか。よろしいですか。よろしいですか。大丈夫ですか。はい、OK です。Okay, everybody, let's begin. Thank you so much for coming. For all those who don't know, I'm Lucy Birmingham, the president of the Foreign Correspondents Club. To my far right is our interpreter, Yasuhara-san. よろしくお願いします。Just really quickly, before I introduce our two very special guests, I just wanted to quickly remind you about our series on women called Women Speak. Next week, Wednesday the 9th, from 12 to 1:30, we'll have the very influential Kathy Matsui from Goldman Sachs, who coined the word womenomics. So please join us for that. I don't think we need to interpret that. Okay, anyway, so I'll move on. Our press conference today isn't exactly part of that Women Speak series. 女性スピーカーのシリーズではありませんけれども、さっきお話しなさったですね。But they are speaking out about nuclear power, which is obviously an extremely important issue. Their newly formed group is called Genpatsu Irenai Fukushima Onnatachi, or Women of Fukushima Demanding an End to Nuclear Power.The group is actually holding a demonstration at the Ministry of Environment at this very moment. So, they have a lot to say about the many health issues their families and communities are facing, and of course, the government decontamination campaign.で、原発についていろんなことをお話があります。それから、いろんなキャンペーンについてもお話し、たくさんの情報を持っていられおられます。Okay, so we're very, very, very honored to have them. I'm really thrilled to have them, actually. To my far right is Kazue Morisono-san. She's from the city of Koriyama in Fukushima Prefecture, and she's among a team of plaintiffs in a lawsuit against TEPCO. 東京東電に対する国訴団訴訟団の一人です。Okay, and to my right here is Saiko Uno, who had to move from her home in Fukushima City. She is a voluntary refugee and is now living in Kyoto. She is a representative of the group called Haido Action Fukushima, or Action for Decommissioning the Fukushima Reactors.Please give Morisono-san and Uno-san a very warm welcome. So, Uno-san is going to read in Japanese the statement that I hope all of you have received. It's in English. We're just going to go through this really quickly to save some time. 大丈夫ですか?はい。始まりましょうか?はい。よろしくお願いします。はい。じゃあよろしくお願いします。私たち原発いらない福島の女たちは、本日除染やモニタリングなどの放射性物質や震災がれき、除染土の処理、原発事故に伴い必要となった健康管理など極めて重要な役割を担っている環境省に対し、以下の4点を要請しました。除染に偏らない被爆低減措置を早急に策定実施すること、原発事故子ども被災者支援法の理念にのっとり、環境省の被災地・被災者支援政策、放射性物質を対策を抜本的に見直すこと、今後の政策立案には被災者の声を反映させること、石原伸明環境大臣は辞任すること、これは直接には去る6月15日に福島市で開かれた除染に関する有識者との意見交換会、および翌16日の石原環境大臣最後は金目発言に対する抗議として行いました。意見交換会においては、当初傍聴なしの非公開とされていたこと、有識者司会者に原子力推進機関との関わりのある人が複数含まれるなど人選に偏りが大きかったこと、またその出自を分かりにくくするなどの細かな作為、住民参加の不在、実際の外部被曝量の一部のみを測定する個人線量計による測定の重視による実質的な除染目標緩和など、極めて透明性公正性に欠ける行為があり、私たちはこれに強く抗議いたします。
またこのような姿勢は環境省にとどまらず、復興庁、経産省、文科省ほか各種国の行政機関にはびこっているといえます。その共通の前提は、この程度の被爆なら問題はない、原発事故に起因する健康問題は発生していない、住み続けることが住民にとっても国の経済にとっても望ましいということであり、その基本姿勢に沿った政策を導き出すために以下のようなことが行われてきました。重要な各種調査のサボタージュ、各人の体調不良による自覚症状などの存在の否定、初期被爆、内部被爆の過小評価と無視、チェルノブイリ事故後の健康感影響についての現地医師からなどからのシビアな報告を無視、その他異論や反論が市民から出されないためのさまざまに不公正なプロセス、経済利権を優先させた政策による放射性物質の拡散、このような国の不誠実が人々を無用な被爆にさらし、被害を拡大の防止という任務を被害の拡大の防止という任務を果たさず、逆に拡大させてしまっていると私たちは考えます。福島県では事故当時18歳未満の子どもの甲状腺がんが増え続けています。6月10日の発表では、甲状腺がんの子どもが疑いを含め89人に上り、うち手術を受けた50人の多くはリンパ節転移や肺転移、左遷などシビアなケースであると言われ、その正確な割合の公開が待たれています。またその他、免疫系、呼吸器系、循環器系、消化器系、神経系、精神疾患など多様な健康上の異変に対する懸念が存在します。しますが、真摯な調査が行われず、懸念の声を抑圧するような動きが目立っています。しかし、チェルノブイリ原発事故後のウクライナやベラルーシの放射能汚染地帯に住む子どもたちに、28年経った今でもさまざまな疾患や免疫不全が増えているというデータがあります。除染が進まないという理由で目標値を上げて、放射線に対する感受性の高い子どもたちをその地域に放置することは、予防医学の観点からも許されることではありません。空間線量が高い地域にあえて子どもたちを閉じ込めておくのではなく、避難したい家庭には避難できる権利に基づく具体策を、とどまる家庭には定期的な保養や詳細な検診のシステムを作るなど、除染のみに偏らない被爆低減、健康障害予防の施策が取られるべきです。また全国各地への自主避難者を含む避難者に対する支援は著しく不足しており、避難先での孤独死や自死、さらに子どもの虐待、望まぬ帰還、家庭崩壊など深刻な問題が存在しており、その実態の把握と具体的援助が急務です。ページ3、石原大臣は官邸で、菅官房長官に中間貯蔵施設に関する住民説明会が終了したことを報告した後の記者団の質問に、最後は金目でしょと発言しました。汚染を被った地域の私たちが望むものは金ではなく、311前の元の故郷、元の暮らしです。しかしそれは極めて困難である現実の中で、私たちが身を切るように悲しみとともに求めているのは、人々の健康と環境保全のためにベストを尽くそうという姿勢の下での政策であり、いまだ進行中である福島第一原発事故の被害の最小化であり、大きな余震などによる次の危機への最大限の準備であり、このような悲惨な核災害を別の場所で再び起こさないための全力の取り組みです。しかし日本政府は被害防止ではなく、被害の不可視化に全力を挙げ、放射性物質の拡散を促進し、初期被爆及び内部被爆を回復し続けています。そしてその上で、近くの大変動期に入っている日本列島上の他の原発の再稼働、核燃サイクル計画継続など、日本が核兵器保有能力を持つことに固執しており、さらには、同様の地震国であるトルコなど海外への原発輸出にも乗り出しています。これらは福
島原子力災害の被災者を踏みにじるものであり、また世界の人々の命をも軽んじる誤った政策だと言わなければなりません。2日前には安倍内閣が日本国憲法の立憲主義平和主義を根幹から揺るがす集団的自衛権行使容認の閣議決定を強行しました。私たちはこのような軍国化の強行と原発推進、被爆受忍強要は三位一体のものだと感じており、このすべてに対して強く反対いたします。世界の皆様にこの、ああいいか、いいです、ごめんなさい、嬉しいです。ここだけ日本語で読んで、英語で、はい、あ、そうですね。世界の皆様にこの日本の危険な現状を知っていただき、私たちがこの原子力災害による被害拡大を今からでも最小限に食い止めていくために、どうぞお力を貸してくださいますよう心よりお願い申し上げます。 To the people of the world, we'd like you to be aware of dangerous developments in Japan and pay attention to them. We need your helping hands to our activities toward the minimum damage of nuclear power disaster. Thank you. Okay, thank you so much. All right. So, yeah. Okay, so, Morisono-san. はい。あ、どうぞ。よろしくお願いします。こんにちは、福島県郡山市から参りました森園和恵です。反省。はい。Hello. My name is Morizono Kazue from Koriyama-shi in Fukushima Prefecture. その Koriyama-shi というのは福島県の会津若松市中通り浜通りという形に、その真ん中に位置しています。 Koriyama City is located in the center of 会津若松市中通り浜通り浜通り。私はその中通りの中間ぐらいの原発から直線で60キロメートルのところに住んでおります。 Our house is located 60キロですか、60キロメートル from the power plant、はい、で2011年3月11日に地震がありまして、その後、原発が爆発を次々に起こしたんですが、その時の年の私の体の異変についてお話をさせていただきます。I would like to talk about the changes of in my health conditions after the explosion of power plants. 私は3月の地震があった時に猫が我が家には2匹いましたので、避難所への避難を諦めました。Because I have two cats at home, I decided to give up leaving home. で、まして浜通りの方が、要するに原発に近い方が中通りの郡山市も避難して来られていたので、大丈夫だろうという考えもありました。At the same time, there is one person I know who live in 浜通り, take a refuge in some house.In the Nakadori where I live, in the area where I live. So I thought he thinks it's safe to be here, so why don't I have to worry about it? 私は原発のことに対してすごく無知でいたために、そのまま中通りで時間を過ごした結果、4月の末に4月25日以降から、咳き込むようになりました。Because I was so ignorant of the nuclear power plants, I kept on living there. After April 15, I started coughing very hard. 咳が止まらなくなり、緑の痰が、ちょっと汚い話なんですけど、緑の痰が続々と体の中から出てきて、呼吸困難に陥りました。He cannot stop coughing and she cannot stop coughing and she produces green tan って何て言うんだろう、phlegm. Phlegm. She produces a lot of phlegm from her mouth. で、その痰がひどくなって血痰まで出るまでになってしまって、喉に張り付いた痛みがずっと取れませんでした。Then finally he vomited blood.And the pain started in this area, and it's going on for a long time. で、私の
夫がもう見ていられないくらい一体何が起きているのかと、で それ以外にも頭の痛みとか、あと口の中の薄皮が次々に剥がれた状態。 My husband couldn't stand to seeing my suffering and、he was wondering what had happened to you and、I have、had a terrible headache and I have my thin skin inside my mouth keep peeling out and I have sort of、I have to push it out by、なんでしょうね、唾を吐くっていうと、spitting で、あの前回おいしん坊でも話がありました、大人の私も5月の初旬に鼻血が出て、あの1回でしたけど止まらないぐらい鼻血が一緒出ました。 And I also had a nose bleeding in May a lot of blood and it doesn't stop for a long time。でその後あと手足のしびれとか節々の痛み、倦怠感、本当にあのずっとこの間訴えて、皆さんいろんな方が訴えてきましたが、そういう状況が要するに3.11以降1ヶ月半ぐらい経ってから次々と2011年は起こってきまして、で慌てて友人に被爆者2世の方がいるので、その方に自分の その症状をどういうことなんだということを聞きました。I had しびれは何でしょうね。しびれと痛み、節々の痛み。She had tingling on her hands and feet, and she always feel sick and tired. And I just happened to have a friend who are second generation of atomic bomb victims. So she talked her sufferings to her.で、あの日本で原爆を受けた方のずっと健康管理というかずっと見てくださった日田先生にもあの友達を介して症状を聞いてもらった時に、あの急性被爆症状だということははっきり言われました。 She also asked her friends to get in contact with Dr. Hida who has been authority of examining andtreating with atomic bomb victims for a long time in Japan. And he saw her and immediately said it's a rapid symptoms of the nuclear radiation. で、その間にいろんなあの近所で原発のことを勉強されてきた方々が食事療法をいろいろ進めてくださって、食事療法、あとマッサージの仕方、あと入浴の仕方、あと飲料水のこれがいいよというもの、あらゆるものを試して自分の体のメンテナンスを2011年の7月ぐらいから過ぎぐらいから始めて、であの今に至っています。And my neighbors are very concerned and sympathized me and they recommended diet treatment and massage treatment and they taught me what to eat, how to cook and everything. And I started the treatment since July, November 11. And I maintain my health by that way until now. で、あの本当に無知だったこともありますけれども、まさか中通りという原発から60キロ離れている地帯がこのようなあの低線量こう被爆地帯になっていくとは思ってもいなかったことですし、実際まだ継続中で原発は収束していないことから、これからまだまだこのような状態が続いていくのかどうか、そこがあのこれからの課題だとは思っています。 Although I was ignorant but I'm not the exceptionally particularly ignorant about that. Most people don't even think ofThis area, 6 kilometers away from the power plant, that we have to suffer so much from the radiation. で、あの、被爆に関しては敷地がないという捉え方で、私は物事をずっとこの3年間勉強させてきました。その辺は因果関係があるないということは世界的に今まだ結論は出ていないことだと思いますので、皆さんも一緒にぜひ考えていただきたいと思います。ありがとうございました。I now think that there is no limit of value
to the radiation damage. So there is many research going on about this radiation value, but radiation dosage, which would cause, initiate the illness or the sickness. But I don't think there's no limit. Thank you for listening to my story. あのパンフレットのことは後で、はい、今いいですか、渡しましょうか、はい、はい、Okay, so they've got some material here that they'd like to hand out. Why don't I can help、はい、you with that. And why don't we just go ahead, thank you very much. Why don't we just go ahead with the Q&A, the questions and answers, please. はい。So, go ahead, yeah, why don't we start, please.です。あのエーソス福島というあの福島でできた NPO 法人のリーダーの女性の、涼子安藤または鎌田陽子さんという人の、ご存知なら、ご自身の彼女の活動に対してのご意見があればちょっとコメントをいただきたいんですけど、エトス、エトスですか、エトス、エトスご存知ですか。ちょっと初めて聞いたんですけど、エトスっていうのは日本カタカナでエトスって書いてあるの。ETHOS です。ETHOS。ESOS Japan。Natalie, do you want to just say it in English for everybody else? じゃあちょっと英語で。A question is, have you ever heard of ESOS Fukushima? An NGO headed by Ms. Ryoko Kamata. And if you know anything about it, I would like to have your comment on that organization. まずはあのエイトスイン福島のその前のもともとフランスの研究者の方たちがあのチェルノブイリ後の汚染地に行ったあのエイトス運動について、あの私自身は非常にあの懐疑的に見ております。国際的なあの評価とは逆に、あのやはりその現地の医師たち の, あの声を重視して考えております。それはあの実際にその汚染のある地域で住み続けるということを、まあ、自発的にその住民が住み続けることを選択し続けるということをあの、まあ、支援したわけですけれども、あ長いですか、はい、First of all, I know something about ethos. Ethos in, before ethos in Fukushima, there was an organization called ethos in Chernobyl, organized by French people.But I'm suspicious of their activities because I heard the opinion about them from the local doctors in Chernobyl. They seem to promote the living in the same place after the explosion, after the disaster. 現地の医師たちはその、プロジェクトの間またはその後にですね、あの非常に子どもたちまたは住民の健康状態が非常に悪化したということを報告しています。私たちはそれを非常に重視しております。 The local doctors in Ukraine reported that children's health conditions are worsened, getting very bad in the area. So we respect their opinion.実際福島に起こったエイトス運動に関しても、あの、まあ、ICRP という形でジャック・ロシャールさんが福島に入ってきていることもあり、安藤涼子さんとのコンタクトもあるというふうに伺っていまして、あの非常にあの私たちは、その動きを、まあ、危機感を持って、まあ、見てあのいるというふうに申し上げたいと思います。 We also understand Jack Rochelle of ICRPis in Fukushima, making contact with this ASOS in Fukushima. So we feel, we are worried about their activities.
we feel the danger is sweeping into Fukushima. あの一つのあの、まあ、メルクマールというか一つのメルクマールはあのそういった活動があの実際にそれぞれの判断のもとで避難を選ぶまたは県外保養をあのきちんとしていくということに対してどれだけあのそれも含めてあのこう励ましていくかそこがやっぱり私たちの活動とはあの違うのではないかなというふうに思って見ています。あの住み続ける人々はやはり必要だと思ったら避難するということも支援されなければ、まあ、本当の住民支援ではないのではないかなと思います。I think the important point in evaluating the activities of those NGO NPO is that whether or not they encourage the individual judgment of their own activities. Even if somebody, some family decided to stay on, they have to have some assurance. They have the rights to refugee, rights to move out from their area. Otherwise, those just promoting to continue living is very dangerous.大丈夫ですか、はい、okay. Is that all right, Natalie? Does that answer your question? Okay.、next, another question, please. Anybody? Any among the journalists? Yes, please, go ahead. Can you、state your name and your media organization? 8bit ニュースの八谷と申します。先日子ども被災者支援法について少しあの勉強したんですけどすごく画期的な法律だと思いました。あの住民の方がとどまる帰還する避難するどの選択をするにしてもそれを国がきちんと保障するということとあとは健康被害があった場合はあの立証責任を国が負って、医療費の減免とかそういうことがあのものすごくまともな法律だなと思ったんですけどもでもそれが実際まだあのきちんと使われていないっていうふうなことを聞いたのであのぜひ、その法律子ども被災者支援法を活用していくためにはどんなアクションが必要になっていくのかなどお話をお、ね、できたらお願いします。I recently studied the law. What is this? Somewhere in here. The. どこ行ったかな。どこ。うん、そうそうそう。これを訳したんですよ。あ、そうです。忘れちゃったの。ありました。Act for relief and support of nuclear power plant disaster victims, especially for the affected children.I studied this law recently and thought it is a wonderful law because it encourages, it says the government will be responsible for the proof that the health hazard happened and the government will support, will bear the cost of medical expenses for the victims.And so on, so there are many, many wonderful things stated in the law. But I understand those things are not done yet. And I wonder what kind of actions are needed to make it into practice. 要するにどうしたらその子どもなんとか法が。はいね、あの実行されるようになるのかどんな行動が必要でしょうかっていう、はい、今のどんな行動がっていうことで一番はあの原発事故子ども被災者支援法が福島県内でも知らない方が半数はいるともう少しいるのかもしれません。で日本全国で考えた場合にほとんどの方が知らないと言ってもいいのではないかっていうぐらいの要するになぜかというとこれは議員立法できちっと法律化されたんですが全くマスコミ等がきちっとした報道をしてくれていない続けて報道してくれていないことが一番の
あと新聞等も、はい、I know this law is very wonderful, but、even in this、Fukushima prefecture, half of the population don't know about it.、I asked for the、Japan and the entire Japan, almost all Japanese don't know about it because the mass media never reported. And、they never reported because it was、sort of made into law by.The、lawmakers,、Gin Rinpo, lawmakers、action. It's not made by the government.、はい、ということで、まずそこの告知、こういう法律ができましたということをもっともっと知っていただくために、何かやはりアクションをしなければ、そこから始まらないのかなということを思っています。First, we must let everybody know there is a law, such a law in existence. We have to make use of it. 実際この原発事故子ども被災者支援法 の, 基本方針を作るまでにも1年以上も塩漬けにされていましたの で出てきたものか何も私たちが望んだ声が反映されないものが出てきてしまったということもありますので、それ自体もう一度見直しをさせた上で、この原発事故子ども被災者支援法をきちっとしたもので、私たち要するに被害者および、国民市民、福島だけが原発事故で汚染されたわけではないので、もう今もっと言ってしまうと流通によってあらゆるものが日本中に流れています。こういうことを言うと風評被害だと言って大変福島県内日本国内からはある意味バッシングを受けてしまうんですけれども、実際そういう形で流れていってしまっていますから、これは福島だけの問題ではないと。 This law was put into effect after when the law was sort of passed the diet for a long time andAfter that, they take a long time to collect、the opinions about what should be the basic policy and so on and so. And they collected so much information about opinions about this basic policy. But when they put into practice,、those opinions are never taken into consideration. So the law is something...、The actual law is something different from just from the original spirit. And the radiation contamination is not on, the issue not only in Fukushima because of the frequent traveling and sort of...transportation, it's been scattered all over Japan, and this issue is the national one, I believe. So we need to advertise and broadcast and everything, do everything to let everybody know we need such law in practice.ということで、やはりこういう法律ができたということをもっともっと知っていただくことがまず。これからやらなければいけない、もっともっとというそこの部分を新聞広告を打つこと、まあ、でも新聞広告を打つにもお金がかかりますから、そういったことでのカンパを要請しながら、まず福島から全ての人に知っていただく行動をして、それがまたあと避難していらっしゃる方が全国にいらっしゃいますので、その方たちにも協力いただいて、原発子ども被災者支援法というのがもう成立して2年も経っているけどということを学んでいく、そういうちっちゃな会をやっていくしかないのかなという、今はそういう状況でいます、考えています。 So for to advertise and disseminate this law, we are thinking about the advertisement in the newspaper. But for which we need money, so we have to collect donations. And we have a group of people scattered in many parts of Japan. So we contacted them and asked them to study this law and to work for the put it into practice or something like that. And so that's the start point. But we don't know how far we can go.
ちょっとそれに付け加えまして、多くの人が知るということに付け加えて、あと、2つほど私たちはやっていこうというふうにしています。この法律は立法者は国会議員の方々全会一致で立法した法律ですので、この立法者のこの作った法律を行政が守らないというふうな構造になっていまして、そもそもの立法者である国会議員にきちんと行政にそれを守らせるように動いていただくために、国会議員への働きかけというのを継続しています。それが一つ。This law was made by the lawmakers, the members of the parliament, the Diet, and it was determined, it was approved unanimously, but the administrations are resisting to put into practice. So we must work on the lawmakers to do something about it and demandto demand the administration to respect the lawmakers' decision, lawmakers' unanimous decision. それから2つ目は、国の施策としてこの支援法の、非常に重要な理念を反映した施策がすぐには実現できなかったとしても、地方でですね、地方自治体のレベルでこの、理念にのっとった施策を実践させていただくということを私たちは模索しています。一つの例として、新潟市が避難者の住宅に関して長期に予算をつけまして、また保養に関しても予算をつけまして、そのかかったお金を国に支援法にのっとって請求するということをしてくれています。このような動きを全国各地からしていただけるように、私たち避難者は各地からそういうことをして故郷を応援したいというふうに思っております。 Another idea is to, if the state cannot start this practicing this law immediately, we have to ask the local government to do the same thing on the same level. We have actually one example.It's a Niigata city. They provided a long-term budget for the housing of the refugees from Fukushima. And they also provided the budget for the recreation activities of victims. And we want other local governments to do the same thing.And we should push the local government to push the state government to do to exercise the same kind of consideration. それから最後にもう一点は、個別のトピックに関してまた新しい立法をしていくということで、支援法の13条、健康に関する新しい法律を作って動く。行くという動きもあります。 And recently we have another movement, another development. We are demanding to make another law, an individual law, concerning the health issue, health risks and the health recovery. Okay, thank you. Any more questions, please? Okay, yes, please, go ahead.My name is Thomas Stalder from Switzerland. I do have a question about your health problems. Are there any people around you with the same problems? And can you tell us a little bit what exactly have you done just after the accident? Have you stayed outside, inside? What have you eaten? あなたの健康状態についてなんですけど、はい、あなたと同じような症状をあなたの近所の方で持っている方いますか？それからその、はい事故のあった時あなた実際何をしたんですか？外にいたんですか？中にいたんですか？はい、ご飯を食べたんですか？何を食べたんですか？はい、そういうようなことを教えてもらえますか？わかりました。はい、ありがとうございます。事故当時私はの家は断水をしたんですね。
水が止まりました。At the accident, water supply stopped. なので給水所に通いました。1日2時間3時間と並びました。So I went outside to get water, making lines for 2 hours and 3 hours every day. なので爆発をしてそれが流れてきて雪みぞれが降った時点で地上に降り注いだ時点でも何も知らず並んでました。So after the explosion, the weather changes. When the rain drops on me while waiting on the line for the water supply, I was standing, not knowing what is happening to me. 大人だけではなく子供も赤ちゃんも一緒に断水をしたところ、あと食事を求めて。それからガソリンを求めて2時間3時間と私の場合5日間だったんですけど毎日並びました。Many people, not only adults, grown-ups, but children, babies, are standing on line, waiting for the getting to try to get water supply, try to get food, try to get gasoline, whatever it is.In her case, it lasted 5 days. やっぱり今思い出すとなんて無知で無知でもあったんですが国も県も市も何も情報をよこさなかったためにまして60キロというその60キロ離れてればというその曖昧な情報でみんなそこで足止めをされそういう状態がずっと続きました。それとあと、仕事を要するに自宅が倒壊したり半壊している方はすぐに何て言うんですか家を直すことを始めたので通常通りのその震災による被害のための活動が始まりました。Well, I was ignorant. I have to admit I was very ignorant.But there's one more thing that the prefectures, local governments or the state government didn't issue any warnings about the radiation contamination. We just behaved as we did before the explosion. And we just believed 60 kilometers are far enough to keep us safe.And some of the people had their house broken, houses broken, so they had to start mending, repairing those houses, and they cannot go to work. Those were the conditions, circumstances. They just really couldn't care about the radiation. Nothing on their mind. Radiation is not on their mind.で今思い出したんだけど水もなかなか手に入らなかったので水道水を周りの方はそのまま飲んでいたと思います。で私は汲みに行ってたところが、要素が出てしまったりしたのでそこはクローズになったりいろんな情報がそのうち5日1週間で経つうちに出てきてそれでも何をどうしていいかが情報がなく本当にみんな何が起こっているのかわからないような3月を過ごしました。 And when the water supply started to pour in, some people just drink from the faucet. The water from the faucet because they don't know anything about it. They have no information. Then the rumor started to flowing. Such water is dangerous and such is dangerous.So I have to stop drinking some kind of water because of the atomic ingredient, a nuclear ingredient inside it. But we really don't know what to do about it, where to seek help or advice. There's nothing was offered. なので私と同じような方っていうかお子さんがやはり1ヶ月後ぐらいから体調がおかしいあとずっと寝てばかりいるとかその
やっぱり自分の体の変化にうまく応えられないという状態 の、 あのお子さんは近所にいらっしゃいました。小学校1年ぐらいのお子さんだった。あとお孫さんなんかの家族の方は避難をさせました。3月ちょうど春休みだったので、情報を得た方は会津の方にとりあえず避難を、避難イコール春休みということで離れて行かれた方も後々出てきていました。食べ物は家にあったもので、なんとか3月中は乗り越えました。I heard some children, like a six-year-old child, was very sick. He cannot get up. He stays in bed all the time. There are some children like that in my neighborhood. And some of the children, the grandfathers and grandparents had him moved out of the area.So, and, それから何だったっけ、最後に何でした、食事のことですね。As for the meals, I kept eating the same thing which I stored in my house before the explosion, which lasted me about 1 month. そういう状況でした。はい。大人はいなかったのね。大人ではいなかったです。私自身化学物質、私自身化学物質過敏症だったんですね、もともとシックハウス症候群だったので、うん、特に敏感だったのかなと思います。There was no adults in her neighborhood which had the same symptoms. Although I am a sort of a sick house, I have sick house symptoms, very sick.What is sensitive to chemical elements. でも4月 の、 通常通り学校は、まあ、1週間遅れのところもありましたけれども、学校、小学校、中学校、高校は通常通り授業もありましたし、3月中に部活も行われてましたし、放射能のみぞれの降る中、自転車で部活に通っている中高生がたくさんいました。3月中です。During March, the elementary school and junior high school was open, and the many students going and coming home on bicycle while the rain is pouring on their shoulders and heads. There are many of them. There are many of them doing that.Okay, can I just ask a quick question? I wanted to find out, have you personally had any health checks done? Have you had your health monitored since then? And then also you were showing us the dosimeter. Maybe you could explain that a little bit. 健康診断を定期的に今ずっとやってますか？私自身はやっていません。原発の先生に会った時あったんじゃない、それは友人に聞いていただいたんですね。聞いていただいた、はい、まあ、見てもらったわけじゃない、みんな見てないです。 I've never had a health check on me. The atomic bomb because doctor's advice is through my friend. He get the information about my symptoms and then gave me the reply that it's a rapid symptoms of the radiationContamination. 血液検査はしましたけど、通常通りの健康診断。血液検査、通常の血液検査。ごめんなさい。Excuse me. She never had the health checked regularly. The only advice from the atomic bomb victim's doctor came through my friend. I told my friends about the symptoms and she conveyed it to the doctor and doctor going through the symptoms and he gave the reply to my friends. My friends gave that information to me that is your symptom is rapid syndrome of the nuclear radiation contamination. And the dosimeter, can she? She's wearing dosimeter.
She's going to explain about it. Yeah. はい。私はこれは市民放射能測定所というのが福島県のあちこち立ち上げられてまして、これが個人線量計です。小学生がみんなこの2011年12年と一人一人に配られて線量を測っていたものと同じものです。私の場合はその市民放射能測定所だったので、月に1回提出をして、そこで出た数値を毎月いただくということになってました。Recently, there are many citizens' radio contamination examination station set up in Fukushima. Fukushima prefecture. So I get this one, this dosimeter from them, and this is the same one that the elementary school children have on their chest, just like her. She does every day to measure the radio dosage of the radioactivity materials on him, on them. And そこまでだったよね。はい。子どもたちと同じもので。そうです。はい。そこから先どう。で、日本の法律で年間被曝限度が1ミリシーベルト。これは本当は内部被曝、外部被曝プラスなはずなんですが、今日本では外部被曝のみでなされています。そんな中で、今日そのことも含めて環境省に対して、除染のこと、この健康問題のこと、さまざまな問題を含めた上で、今日環境省に対して申し入れ、要請行動を行ってここに書きつけてきました。Right now, according to Japanese law, they are supposed to measure the outward exposure to radiation, but not including not including the internal exposure. 内部被曝と外部被曝合わせて1ミリシーベルトっていうのが法律で決まってるんです。1ミリシーベルト be including internal and outward exposures.But they only measured 外部被曝のみ outward exposure right now, like this one. So we never know what kind of radiation we have been exposed inside our body from the air we breathe in. で、それにそのことも含めて今日環境省で。That's one of the demands.In our demonstration, just to make sure they have to continue measure the internal exposures of radiation dosage. So, who is getting this information? Who is getting the results? What are you doing with this information? 誰に報告する?じゃあ私が言っちゃうか。Yeah, this dosimeter she gets from that station, citizens radioactivity exposure station or something, examination station. She gets this dosimeter from the station and wear it all the time. And then once a month she gave it back to the station and she exchanged, she get another one. The oneShe returned to the station, was sent to some kind of a technical corporation who measured the dosage, and they measured and they documented it and returned the result to this the examination station, and she gets the result like this. So, what are the results telling you?What are the results telling you? この結果であなたに何がわかるんですかって。はい。あ、これですか。Yeah. What are the results telling you? 月に外部被曝をどのぐらいしたかというのか、数字で出てきます。それがわかります。They show the monthly exposure of the outward outward
レディオコンタミネーション。それは普通なの？今の数字は今のは出ないです。1ヶ月いやだからそこに出てる数字は、あの許容されるべき数字なの？オーバーしてます。オーバーしてます。年2ミリとかになってしまいますね、月によっては。The figure tells her that it's already over the limit of the value provided in the Japanese law. Okay, thank you. And we have to finish pretty soon, so please go ahead. Yeah. こんにちは、エコロジカルオプションズネットワークの萩谷由美です。海外の方にぜひ知っていただきたいなと思って、多分ご存知のこと多いと思うんですが、今回の、こちらの、文書の中に書いてある低線量被爆やそれから自覚症状についての存在の否定ということと、それから帰郷するように帰るようにということの中から、やはりですね、環境省や日本の中にそれを支えるようなアプローチがいろいろあったと思います。被害者の方 の手記などを読んでおりますと、例えば双葉郡に高校を建てるとか、それからキャンサーキッズセミナーというのを行っているということ、それからですね、成功例として、先ほど成功例、皆さんのアプローチの中で成功例というので、例えばがんのお話のチラシを配らないように持っていったというのがあると思います。でそれはやはり外国から来た人たちにとっていいと思うので、そこら辺ちょっと、もしよかったらお話しいただけませんか。お願いします。She is one of the activists in the ecological network in Japan, and she wanted the people to talk about the governmental measures to prevent the spread of the bad news. And, but she wanted them to tell their success story to break down that war.私は郡山、福島県郡山市のずっとそこに在住してまして、福島県の中ではもう原発3月、2011年3月の時点から安全、要するに、科学者や医者がどんどん入ってきて、大丈夫、私たちが来たから大丈夫ですよという最初、そういう形で安全キャンペーンが始まりました。で、この3年間、3年と3ヶ月、ずっとそのキャンペーンは続いています。放射性物質、放射能は危なくないんです。心配、安心してくださいという安心キャンペーンがずっと続けられてきて、先ほど言っていただいた、私、郡山市のに在住なんで、郡山市の保健所で、がんのお話というチラシが、小学校6年生に配布されました。Already in March 2011,in Fukushima, many scientists and medical doctors arrived to start safe campaign, telling us that nuclear power plant is not dangerous. And even in at a doctor, I saw a brochure titled "Cancer Story," and the brochure has been distributed among the children of the 12-year-old children in elementary school. で、その中に将来このクラスに2人に1人が癌になるということが書いてあります。で、そのうち10人が癌で亡くなるということも書いてあります。そういうショッキングなチラシが小学校6年生に全生に配布されました。何人に1人が？クラスの2人に1人。はいはいはい。そうしたらクラスは何人いるわけ？30人から40人です。This cancer story tells a story that to school children that one of you will suffer cancer in the future, and among the cancer patients, ten will die. で、いかにも放射能のせいで将来がんになってもそれは放射能のせいではないですよと言わんばかりの内容だと思って、私たちもものすごい抗議をしました。We thought it was meant to tell them if you suffer a cancer
It's not because of the radiation. It's a natural cause of death. So we protested. あらゆるあの行事、要するに子どもをメインにした外でのイベントがマラソン、駅伝、野球、あとラーメン大会、キャラクターを呼んでのイベント、もうこれが3年間ずっと続いてきました。それで一番私の中で記憶にある 1.4 マイクロの道路、 1.6 マイクロ、4マイクロの道路を子どもたちが、幼稚園生も含めてですけれども、20メートル走とか10メートル走とか平気で走らせる時期も今ありましたし、いまだに12マイクロのところもあります。Well, during these days, there were many, many events for children, like marathon, play baseball, eating ramen, and some athletic meetings. In the midst of 1.4 micro seabelt air, there was no explanation about this radiation dosage.すべて外の競技ですね。It's all outdoors, outdoor events. で、中の報道では、先ほど帰還ということも流れていたんですけど、要するに子どもが戻らなければ復興はできないということを今ずっとこの1年強調されています。要するに子どもを戻して、子どもがいなくならないようにということを強調しています。The local government emphasizes without children, no people will come back to Fukushima. So it's very important to keep children inside Fukushima. Okay, just we have to そろそろ終わらなければならないです。よろしいですか？じゃあ一ついいですか、はい、どうぞ。原発いらない福島の女たちは、いろいろな活動に関わっています。今言っていただいたその福島原発国訴団、または IAEA が今度福島に研究棟を建てます。そのなぜ IAEA が福島に来るんですかということでアクションを起こしています。直接 IAEA にも申し入れをしています。また放射性物質を焼却をしています。ご存知でしょうか？IAEA is coming to Fukushima and going to stay there for longAnd we are wondering why they are going to be in Fukushima. And second thing is that Japanese government is burning the radioactive materials in Fukushima. Do you know that? この放射性物質焼却については本当に危険だと思っています。このことを皆さんに本当に知らせたくて、こちらのリーフレットもお持ちしました。今手元に届いています。8000ベクレル以上の汚染されたもの、高濃度汚染物を小型簡易焼却炉で焼却しています。環境省は 99.9% バグフィルターというもので取れると言っていますが、企業に、そのバグフィルターを作っている企業に聞きますと 60% まして放射性物質を取れるかどうかわからないという返答が返ってきています。 The Ministry of Environment claims that this small burner will dissipate the all radiation dosage, but the manufacturer of this burner says A maximum it would be 60% and remainder, but they cannot guarantee 60% of the radio dosage will disappear by burning. So this is something I really want you people to know, that the government is burning the radioactive materials in Japan and spreading all radioactive materials into the air. とにかく次から次と予期せぬことが私たちの身に降りかかった状態に何とか立ち向かうべく、原発いらない福島の女たち頑張っていますので、よろしくお願いします。 One after another, we have to come across unexpected disaster or near disaster or unhappy events, but we just couldn't be beaten up, or we just have to fight back.
That's the way we think, and we will keep fighting, and please help us. Thank you so much, both of you, for coming. Very, very brave indeed. All right, everybody, thank you so much.